一度阿蘇に行けば、その思い出はあなたの一生の宝になります。いつもお世話になっております。バイク専門映像クリエイターの蒼井茂雄でございます。今回から4回にわたり、バイクツーリング阿蘇初心者未経験者の方に向けた動画を作らせていただこうと思います。本当に冒頭でも申し上げました通り、阿蘇にバイクでツーリングに行くって一生の思い出に残るような素晴らしい体験ができるんです。これをまだ行ったことない方、今は時期的になかなか行きにくい方が予習のためにできるような動画っていうのをちょっと考えましたので、よかったらご覧ください。先ほども申しました通り、この阿蘇の紹介動画は全4回になります。第1回目となる今回は、阿蘇の全体像、コンセプトについてお伝えしようと思います。まずは阿蘇全体像を語る上で、阿蘇の魅力ですね。阿蘇の魅力って本当に日本とは思えないぐらい言葉を失うほどの絶景だと思うんです。この素晴らしい絶景をバイクツーリングで行くと体全身で味わうことができるっていうのが阿蘇の一番の特徴ではないかと思います。本当に私は日本ではないっていう表現をよく使いますが、日本とは思えないようなありえない360度広がる草原のパノラマであったり、もうまるで地獄の入り口に入ったんじゃないかって思うような、岩石の火口であったり、こういうところなんかが普段味わえない非日常を味わえるっていう阿蘇の魅力ではないのかなと思います。次の魅力として、阿蘇エリアの道路が本当に素晴らしいっていうところがあると思うんです。バイクで走って気持ちいい道路がそこかしこに広がっています。その道路の周りを先ほど言った美しい景色がずっと広がっているので、もうこれはバイクで走るためにあるような道なんじゃないのか、逆に言うと全てのバイク乗りは阿蘇で走るためにバイクに乗ってるんじゃないかって思うほど素晴らしいような道路があります。阿蘇の魅力その3ですが、食事が美味しいんです。本当に美味しい食事がありとあらゆるところにありまして、それらもまた次の動画では紹介させていただこうと思うんですが、もうまた食べに行きたくなるような美味しい食事を味わうことができるっていうのもまた阿蘇の魅力だと思います。そして阿蘇の魅力その4ですが、走って美味しい食事を食べて、それとは別に素晴らしい観光スポットもたくさんあります。この観光スポットは、あえてバイクで行かなくても行けるところなんですが、もう本当にすごい景色であったり、楽しいアクティビティがあったり、単純に空を見て楽しむだけのところもあったりと、アクティビティが盛りだくさんです。阿蘇のこの素晴らしい環境をたくさん味わえるような観光スポットもあります。そして魅力その後ですが、阿蘇エリア以外にちょっと足を伸ばしてみると、またまた素晴らしいようなところが繰り広げられています。多くの方が阿蘇に行く前に通るであろう大分県由布市の由布岳、ここは通っているだけでも感動するような絶景が繰り広げられています。ここも由布岳だけで一つの動画にできるぐらい素晴らしい光景です。また阿蘇南阿蘇エリアからさらに南宮崎県の方に行きますと、日本有数のパワースポット高千穂峡があります。ここもまたすっごい絶景なんで、高千穂峡も阿蘇に行った時にはぜひ行ってほしいなと思うポイントでございます。はい、それでは阿蘇の魅力を語った後で、じゃあ阿蘇って一体どこにあるの、どういうところなの、どんな地形なのっていうのを次に説明させていただきます。まずはこちらをご覧ください。阿蘇は西日本、九州地方、熊本県、この辺りにあります。この Google Earth の映像で見ていただけばわかるかもしれないんですが、阿蘇山は二重カルデラという地形です。大きな火山がありまして、そこが爆発して、その火口がありまして、その火口の中からさらにもう一つ火山ができちゃったよっていうのが阿蘇の地形でございます。
この最初の大きな火山の縁のところを阿蘇外輪山と呼びます。そして、中にある火山、こちらがいわゆる阿蘇山になります。そしてこの外輪山と阿蘇山にの間にあるこの平野部、この平野部にもまた魅力的なスポットがたくさんあるんですが、特に平野部の北側を阿蘇市内、南側を南阿蘇というふうに言います。さて、今回はかなりさらっとめに説明させていただいたのですが、阿蘇の全体像、概要はだいたい把握できましたでしょうか。今からは、では具体的なポイントについてどんどん説明をしていこうと思います。第2回目となる次回は、阿蘇を走って楽しいポイント、道路、ルートに関して説明をさせていただこうと思います。阿蘇パノラマラインやミルクロード、ケニーロードなど素晴らしい道路がたくさん出てくると思いますので、ぜひまた次回もご覧いただければと思います。そしてこのチャンネル、バイクのツーリング動画をはじめ様々なノウハウ動画をアップしております。もしまだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録いただけましたら本当に幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。それではアフタートークなんですが、このように阿蘇に行きたいけどまだ行ったことないっていう人が私の周りにも多かったんで、そういう方々に対する説明も兼ねてこの動画を作ったんですが、その本質は阿蘇にも行きたくて仕方がないけど、この現在の環境下で行くに行けないっていうのがもうこの気持ちが爆発してこの動画を作った。